密は狩りの場に欠かせない武器だ。秘密を持たぬ者は肉を引き裂かれ、死を待つだけの哀れな獲物に過ぎない。つまりお前にとって今の僕は何の秘密も持たない、ただ死を待つだけの獲物というわけですか。まだ逃げ道があるとでも。昇級、貴様を取り繕っている仮面は剥ぎ取った。貴様と貴様の使える将軍が隠している秘密のことも全て把握している。しかし選手様も自分の秘密を教えてくれたではありませんか。確かに教えはしたが、それを活かせる時は来ないだろう。貴様はここで秘密と共に埋葬される。だが貴様は幸運な奴だ。自分の使える将軍が悲惨な未来を迎えるところをその目で見ずに済むのだから。あの女は自分の行く末をよく理解している。いつの日か戦いの中で次第に激しくなっていく月狂いに圧倒され、変化と怒りの中で四分五裂するとな。貴様らの信じる神でさえあの女をその結末から救うことはできない。せいぜい下脱をもたらす程度だろう。その唯一の救いの道は俺の手の中にある。これではどちらが意志なのか分かりませんね。どうしてそんなに自分の判断に自信があるのですか。そろそろ時間だ。行く前に貴様は俺が何をしようとしているのか分かっているのだろう。陰血臭、戦の前に血を飲み狂気を刺激する、オリジンの風習ですよね。かなりの時間を費やして俺たちのことを調べたようだな。だが貴様はここで終わりだ。あなたが医師の昇級先生。僕に何か用ですか。あの時あなたが私を救ってくれたって聞いたの。感謝の言葉ならいりません。医師なら私の月狂いも治せるわよね。治したところで何になると。また戦場に行き今度は死ぬつもりですか。言っておきますが、その体では戦うことはできませんよ。じゃあ、あなたは戦争を治療できる？何をわけのわからないこと。僕は医師です。できることと言ったら。あなたにできるのは、私たちを治して戦争の治療に生かせることでしょう。随分と大きな口を聞きますね、お嬢さん。この戦争は何千年も続いている。この先も続くでしょう。戦争の治療？君たちは無駄死にしているだけではありませんか。どんなに懸命に治療しても、この世に存在する病や死は消えないけど、それでも必死に命を救おうとしているあなたたち医師と同じように、私たちも戦い続けたいの。もういない人たちの気持ちを代弁することはできない。
でも月魚将軍、そして帰ってこられなかった戦士たちだって絶対に無駄死になんかじゃないわ。彼らが戦いに出たのはより多くの人を無事に故郷に返したかったからよ。あなたと同じようにね。昇級、これは命令よ。私を直しなさい。秘密を持たぬ者は肉を引き裂かれ、死を待つだけの哀れな獲物に過ぎないですか。好きなだけ僕の血を飲むといい。風霊、ただ残念ながら僕は秘密を持たぬ者じゃない。小さな秘密を抱えているんですよ。ずいぶん前に服用した長治さん、毒はすでに僕の全身に回っています。遅かれ早かれ、それはお前の体にも牙を剥く。世界最悪の毒でも向こうの命を救えるのなら良薬と言えるでしょう。全力を尽くして治療する。秘書様、この取るに足らない命で僕は約束を果たしました。どうか妖精に勝利を。ランドゥの名のもと氷雪の志は朽ちることなし。師匠どうぞ。よくもペースを合わせるぞ。ドリームカムトゥルー。今こそ真の剣術を見せるとき。青龍白虎ミルクティー最高フラエ。覚悟しろ。せっけっかランドゥの名のも氷雪の志は朽ちることなし。スタンバイ、アドリブで。
のスタート。もう一人前だもんね。ふっ、おお、すごい。はあ、また足手まといに。感謝する。アッキは俺様だけで十分だ。戦車すぎて今こそ真の剣術を見せるとき。青龍逆光ミルクティー最高くらえ。ドリームカムトゥルー。すぐ追いつく。かすり傷だ。ニュータイム。暁が昇る。イッツショータイム。コラボスタート。みんなを守って。ナイスコンビネーション。アッキは俺様だけで十分だ。ランドゥの名のもとに氷雪の志は朽ちることなし。10人は相手できるよ。確かに殺すのは難しいけど、それは制圧できないって意味じゃない。クーレイ、よく見ろ。運気軍の意向はこの剣に宿ってるぞ。かすり傷だ。アドリブで。正義はここにあり。すっしゃっ。よくない。よくなさすぎ。リーグ、スタンバイ。ドリームカムトゥルー。もう分かった。はあ、イッツショータイム。コラボスタート。双方接客。